ちゃええとこやん。パッパパッパパッパの作る。あ、いや、これあのキルスイッチです。あのだからオンじゃないんですよ、実際は。これあのこれキルスイッチです。よっしゃ、おはようございます。今日は中華モンキー乗ってちょっとラーメンツーリング行こうかなと思っております。ね、今日はちょっとモンキーライダーさんからお誘いいただいたラーメンツーリングということで、ね、ちょっとすごい楽しみにしてます。久しぶりに、ね、お会いするんで、モンキーライダーさんのモンキーもちょっとしっかり見に来ようかなと思ってます。まあ、まずはね、集合場所までちょっと行こうと思います。カメラねどうなんでしょうね、ちょっとだけね調整してるんで、多分大丈夫だと思うんですけど、色合いは、大丈夫でしょう。で、あとはね、マイクもね、ちょっとね、いろいろやったんですけどね、ヘルメット内、ちょっと、風ができるだけ、オフメットなんでね、結構隙間があるから、隙間風入るんでね、それで、午後言わないように、ちょっとやってるのと、あとあれですね、マイクのね、風切り音オフみたいな設定があるんで、ちょっとそれ入れてます。多分だから今日ね、音レベルがだいぶ低いんじゃないのかなと思ってるんですけど、ちょっと一回それでやってます。今回ですね、その箕面モンキーライダーさんですね、箕面のモンキーライダーさんの、ラーメンツーリングのお誘いいただいたので、ちょっとそちらの方へ行っていきたいと思います。今年のですね、春の時も参加したんですけども、秋になってね、涼しい今のこんな時期、ツーリングでね、ラーメンツーリングするね、一番いい時期ですね。ということでラーメンツーリングをしていきたいと思います。前回ですね、天の橋立にツーリング行った時に、その帰りですね、そこの時でもラーメンやったんですけど、やっぱり外でね、こういう涼しい時期、ちょっと寒いぐらいの時期にね、やる、ラーメンっていうのはもう最高なんで、今回はそれに、行きたいと思います。で、目的地の方は、笠木キャンプ場、河原の方にあるね、もうよくよく考えたらね、僕10年ぐらい前に一回行ってたんですけどね、笠木キャンプ場に行きますということをお知らせいただいたんですけど、ちょっとそこどこだって思いながらね、直前になってね、あ、こう昔行ったことあるなーっていうふうなことを思い出しながら、ちょっと行ってきてみました。でね、今回ね、ちょっと冒頭でも説明したんですけども、マイクの設定とかをちょこちょこ変えてますので、そんなテスト動画でもあります。なんかね、すっごいよく回る、去年のね、ブローした時に近いぐらい回る感じがします。かといってね、よく回るから、これでね、回しすぎるとブローするんでね、去年の二の前になるからちょっと怖いんですけど、で、あと今日カメラなんですけども、やっぱりね、胸マウントちょっとどこ向いてるかわかんないんで、ヘルメットのとこにつけました。ヘルメットマウントです。毎回毎回毎度のことなんですけどね、こういう朝時間がね決まってて、何時集合とかっていうと、もう大体ギリギリなんですよね、毎回ね。本当にもう
急いで行かないといけない、急いで行かないといけないってね、分かっててね、ギリギリっていうね、ちょっと、そういう、ちょっと遅刻癖っていうかね、ギリギリにならないと動かないっていう、それがね、今回も発動しちゃって、結構ギリギリです。ちょっとまだ赤いのは少ないけど結構色づいてきましたね。これ黄色くなってね、場所によっては赤くなってたりしてちょうどいい感じかも。まずはですね、待ち合わせ場所のコンビニへ向かいます。でちなみになんですけど、今走っているこのシーンですね、ここで、十何年前ですかね、一番最初に中華モンキーを組んだ時、乗せたエンジンがですね、ここで、一番トップ上がりきったところでブローしました。だいたいね、距離で行くと500キロぐらいで最初ブローしてしまって、登り切ったところでね、なんか異常事態を感じて、ちょうどこの後少しスーッと下っていくここなんですけどね、ここでもうこれもダメだなと思って、クラッチ切ったらもう完全止まると思って、そのままスーッと走って降りていって、でそしてピタッと止まってしまったと。もう後でね、このエンジン、今ね、積んでるエンジンがそのブローしたエンジンを修復したやつになるんですけども、ピストンとか見せてもらったらすごいことになってました。皆さんね、回しすぎには気をつけましょう。今入れとかないと、ここで入れないと最後ね、入れるとこないから。よいしょ。スマートフォン等の利用の場合は落下にご注意ください。ご希望する油種の給油状況を選択してください。最悪180円やん。まあ2リットルぐらいでしょうね、入る量は。もうちょっとシートの不要レシートの山、まあいらんけど、さっきまでねちょっと持ってたから外してたんですけど、まあやっと曇りも取れたから行きましょうか。今8時5分6分なんで8時半出発だって言ってるんで、まあ今から行ったらちょうどいい時間でしょう。
毎度毎度ギリギリに到着して本当申し訳ない。よいしょ、おはようございます。遅れてすいません。今日はゴリラで、やっと治りましたね。はい、もうしっかりつく、そうですね、はい、もうちょっとのあれでだいぶ積んじゃいましたけど、はい、あ、そうなんですよ。もういらんもんまで持ってっちゃうんで。すごいな、ゴリラにこっちがね。あ、つけました、つけました。割とね、つけてて、これで走ってると背中長距離乗った時背もたれになるんでしんどくないんですよね。これ125です。ゴリラ125まで上げてる。エンジン中華のやつに乗せ替えですね。あ、いや、これキルスイッチです。だからオンじゃないんですよ、実際は。これキルスイッチです。はい、汎用の500円ぐらいのスイッチをキルスイッチで流用してるんですよ。あれ、これキルスイッチやってます？キルスイッチですか？いや、なんかね、つい癖でキルで切ってしまうんですよね。はい、これキックでかけた？これキックです。これね、キックなんですよ、これは。確かにそうですね、ありますね。はい、あ、なりますね。そうなんですよ、危ないんで。そうなんですよ。マイクやっぱり、はい、そうなんですよ。そうなんです。そうなんですよ。あの時のモンキーね、ちょっと今なんかエンジンやらかしちゃって、で動かなくて今日はこっちなんですよ。はい。予備です。はい。2台です。これともう一つです。まあそれも乗ってます。4台あります。動いてないダックスとこのゴリラと前回のツリングの時のモンキーと250の FTR っていう。全部ナンバーつけてる。全部ナンバー、ダックスだけつけてないです。はい、そう、もう直せます。来年はそれを やってこうかなと。まず最初の、集合場所で、合流して、その次にですね、もう一箇所の集合場所のコンビニに、そちらの方に集合している方たちがいるので、今からそこに合流に行きます。だいたいここからですね、タイムシート的には、1時間ぐらい、走って、合流しに行くという、まあそんな感じですね。これね、週末だったんでね、そんなにね、車走ってないというか、まあ、渋滞はしてなかったんですけども、ここはね、平日だとどうしても、すごい渋滞してしまうという、そんなポイントですね。では、まず、そこまで行っ
して、合流していきたいと思います。カドマですね、カドマのコンビニの方へ集合というようなことになっております。カドマまで来ました。割とね、混んでるところは混んでたり、流れてるところ流れてたんで、まあまあね、そんなストレスの感じはなく、すっとカドマまで来れましたね。どうも、はじめまして。はじめましてですね。もういつも動画で見てます。いやー、マジすごいっすね。うわー、おそらくこれで全員集合したと思うので、これから京都のキャンプ場に向かいます。2カ所目の集合場所で、全員集合したので、これから、キャンプ場の方へ向かっていきます。そしてこの2カ所目でですね、会いたい会いたいと思ってた、中華モンキーのですね、家飴チャンネルさんとお会いすることができました。おそらくですね、まあ大阪で中華モンキーで一番有名なんじゃないかと思います。やっぱりね、ちょっと大阪っていうのは大阪市の方が、実は中華モンキー登録できないんじゃないかっていう、ちょっとそんな、噂というかね、話もありまして、そんなこんながあるので、ちょっと、中華モンキー実は弱かったりするんですよね。じゃあ僕の住んでるところはなんで登録できてるのかっていうと、まあ、大阪市以外、大阪市の近郊ですね、周りは大丈夫なんですけど、ちょっと大阪市内はね、実は登録できないっていう、まあそんな話を聞いてます。で、そんなね、自分で全てね、いろいろカスタムしてて、エンジンも積み替えやってるっていう、まあ、そんな家やめチャンネルさんの車両もね、すごい見たかったので、それがね、叶ったっていうのをちょっと嬉しく思ってます。
そう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 、なんかここからなんかぐるっと回ってあの川のとこ降りるんよ。吉村のマフラーめっちゃいい音するし、すいません、はい、ありがとうございます。楽しかった。じゃあ火くれる前に、火くれたらね一気に寒なりそうやから、その前に帰りましょうか。あ、薪売ってんねや、今度一人で来ようかな。